12レースは0、10、20の段ハンデ戦となります。それでは12レースです。実況でお楽しみください。最終12レースの準決勝戦、0から20のハンデ戦、ここで優勝戦メンバーが決まります。ハンデ0は永瀬俊一、西村義政、10戦は広瀬正光、岩品センター、20メートルは斉藤哲司、高橋義弘、青島雅樹、中村正人、以上の8名による対戦です。ライター照明にも明かりが入りました。少し薄暗くなってきた川口オートレース場。人気は6番の高橋義弘と8番の中村正人、ほぼ双璧の人気です。さらには10メートル外枠4番岩品センターにも支持が集まっています。スタートまで10秒前です。12レースの発走でございます。ブルーランプが消えました。スタートまで3秒前、12レース準決勝スタートはカランプフライングです。12レースの準決勝は仕切り直し、フライングがありました。再発走です。7番の青島のフライング。12レースの準決勝は再発走となります。お客様にお知らせいたします。7番車のフライングのため再発走いたします。再発走までしばらくお待ちください。スタート校舎の青島でありましたが、ここは1回目のスタートでフライング、再発走原因車です。さあ改めて8人の選手がスタートラインに向かいます。1回目のスタートではちょっと6番の高橋義弘がダッシュがつかない感じにも見えていました。5番の斉藤も上々なスタート。ハンデゼロでは2番の西村も素晴らしいスタートを決めていました。さあ仕切り直し、20メートルは4台並びです。インコースが5番の斉藤哲司、内から2番目6番高橋義弘、そして内から3番目フライングの青島正樹、昇天除外、そして大外は8番中村正人、実力上位でありますが試走タイムの3秒35というところで少し票がばらけました。12レースの準決勝戦です。再発走です。10秒前です。7番青島正樹のフライングによりまして再発走、3秒前、12レースの準決勝をスタートしました。さあ20メートル、今度は6番高橋、5番斉藤というところもいいスタートを切っています。そしてハンデゼロでは長瀬が突っ張る、4番の岩品の道が開けました。一気に視界が開けた4番の岩品センターであります。そして1番の長瀬が2番手、西村が続いています。その後ろでありますが中村正人は今1台さばいて7番手というポジション取り、先頭は4番の岩品、2番手には永瀬がつけています。その直後に西村義政、西村がさあ永瀬の内をついてこの3コーナー飛び込んでまいりました。2番手に2番の西村が攻め上がりました。中村の動きでありますが今6番手5番手あたり、残りは4周回、4番の岩品が引っ張っています。西村が2番手の位置、3番手は1番の永瀬、4番手5番の斉藤の外から攻めていく中村、さあ中村のまくり、5番の斉藤の外から中村のまくりでありますが、さあどうか、まくりが決まったのか、決まったか、残りは3周回、4番手に中村が攻め上がる、先頭は4番の岩下、岩下が飛ばしていく、2番手は2番の西村義政、そして3番手、1番の永瀬の内を捉えて中村が3番手にジャンプアップであります。さあ優勝戦圏内まで
まだまだ2周残っている。先頭4番いました。2番手は西村が粘る。外から加速をするのは中村であります。2番手の攻防戦、優勝戦圏内をかきまして、中村が来る、中村が来る。2番手に中村が攻め上がりました。先頭岩下まだ10メートルの間隔が開いています。3番手西村、さらには思想1番時計の高橋義弘が迫って残り1周ブルーフラッグ。3番手争いが注目。2番の西村に6番の高橋義弘がここで内側バイクを向けて3コーナー飛び込もうとしている。最後の最後、高橋義弘が入ってまいりました。先頭岩下センター、2番手中村、中村追い上げてくるもここまで3番手高橋義弘。